おはようございます。やんちゃです。2024年10月27日日曜日の夕方です。はい、よいしょ。タイマー15分。はい、あれなんか、そっか、昨日会議オンレイルズでミュートにしたんだった。はい、こんな感じですね。というわけで、今の時刻ですけど16時ぐらいですね。16時っす。いや、なんか屋上で撮ろうと思ったんですけど、なんかうだうだしてたら昼過ぎちゃって、で昼ご飯食べてなんかまったりしてたら、ちょっと散歩にも行きたいんだけど、散歩に行く前に収録しなきゃって思ってると、なんか結局今までここ数ヶ月のパターンだと、散歩に行く前に収録しなきゃって言って、で収録したら散歩に行けるみたいな感じにしてると、だいたいどちらもやらないみたいなで最終的に夜中に屋上で撮影して終わりみたいな、そのパターンにはまるなっていうのが直感で分かったんで、これはもうまず散歩に行ってしまって、その散歩に行った先で収録した方が絶対いいだろうと思って、はい、出てきました。行き先も決めずにで大体行き先決めずに歩き始めるとどうなるかっていうと、あれなんですよね、荒川沿いを北の方に登っていくか、もしくは海の方まで歩くかみたいな、そういう感じになるか、さもなくばここですね。でここはどこかっていうと、あれですね、都立公園、都立水元公園ですね。東京都立公園です。はい、確か都立公園の中では最大級最大と言い切る知識がない、でも最大級だったと思う。1位か2位だった気がする、確か。はあ、まあめちゃくちゃでかい公園なんですけど一応徒歩圏内なんで、はい、ここに来てみました。まあまあ時間かかりましたね。2時間ぐらい2時間半ぐらいかな、かかったかな多分。まあ変なルートで来てるからなんですけど、ね、公園の中も多分一周するのに1時間とか1時間半とかかかるレベルで広いんですよね、ここ。いやー、いいですね。よいしょ。水元公園こういう感じです。はい、なんか水があるから水元公園そう、まあ、そういう感じなんですけど、はい、はあ、とりあえず今日の話をするか。昨日なんか言ってたのが、会議オンレイルズの2日目に行ってたんですけど、会議オンレイルズ2日目めちゃくちゃ面白かったですね。だいたいざっとどういうトークを見たかを振り返ってみると、最初朝10時の段階で、なんかウェブのボトルネックがどこにあるのかみたいなウェブアプリケーションってだいたい何ですかね、ウェブサーバーとデータベースがあって、まあ大きく分けてその2つがあって、そのどちらかなのかっていう、でそのシステムのボトルネックがどちらに寄ってるかによって、その並行数と言ったらいいのか分かりませんけど、並列数をうまく調整した方がいいよねみたいな、そういう話に落ち着いてた。ただそのデータベースのボトルネックを解消していくと、まあ一般的にはデータベースの入出力がやっぱり時間取るよねっていうことになっていて、まあ、だとするとアプリケーションサーバーがどんなプログラミング言語で実装されていようとも、対して
その全体に占める時間が多くない以上は、それをどんだけ早くしてもなんかそんなにやりがいがないよねみたいなそういう話になるんですけど、つまりどういうことかっていうと、 Ruby、 この会議って Ruby on Rails の会議なので、基本的に Ruby びいきの話になってくるわけですね。だから Ruby が他の言語と比べて、まあ、処理速度が遅かったりすると言われがちなのに対して、まあ、多少遅かったとしても、そのどうせデータベースが遅いんだから、アプリケーションの占める割合少ないんだからいいじゃんみたいな、そういう話について、それは本当だろうかみたいなのを整理した話は結構面白かったですねあとはOOS っていう認証系のシステムの話ですか、はい、と OpenID Connect っていうなんか認証プロトコルって言ったらいいんですかね、の話ですね。なんか OpenID みたいなやつが流行った時に、わし一回ちょっと手を出してて、なんだっけな、SNS のミクシーってあったと思うんですけど、ミクシーの ID を使って OpenID ログインをするシステムを組むことができた時代があって、いや今もできるのかもしれないですけどその時にその自前でログインを組まなくていいっていうか、自分で ID を管理しなくて済むからこれいいじゃんみたいなのを思った記憶があるけど、それが多分ですけど下手すると20年ぐらい前ですねそれの現代版みたいなやつ、はい、それの説明ですね。ライブラリを使えば簡単に実装することができるけど、その裏側ではどういうことが行われているのかとかみたいな話か。あとはなんだろう、ソリッド Q っていう、今度 Ruby on Rails の新しいバージョン8っていうのが出るんですけど、まあ、その8で実装される新しい Q のバックエンドみたいなやつをなんか説明してくれてるっていうか、今まで従来とどう違うのかみたいなやつ、はい、それ良かったですね。あとはなんかその Rails 8がなんかワンパーソンフレームワークを標榜していてみたいな、この間あれですね、エニシテックカンファレンスっていうのにわし行ったと思うんですけど、北海道までバイクで行って、その時もこれの話をしていたと思うんですけど、 Rails 8から一人のデベロッパーがアプリケーションの上から下までを面倒見られるぐらい抽象化するのを目指すぜみたいなそう標榜するっていうことだと思うんですけど、ワンパーソンフレームワークを標榜した Rails が今後どうなるかっていうか、どういうふうに使っていくかとか、あと個人がアプリケーションを掌握してメンテしていくことは果たしてできるかみたいな話で、すごい面白かったですね、はい、あとはもう ここまでいくと最後の方になるんですけど、アイデンティファイングユーザーアイデンティティユーザー ID というか、ユーザーのアイデンティティをアイデンティファイしていくみたいな、そういう話です。ユーザーとは一体何なんだっていう、アプリケーションのデータベースのなんか設計をするんですよね。テーブル設計っていうのをやるんですけど、テーブル設計をするときにユーザーテーブルっていうやつを作るとき、あなたはどうしていますかみたいなそう何でもかんでもユーザーテーブルに入れてませんかっていう、なんかそれもしかしたら必要ありませんっていう話がすごい面白かった。わしが結構普段考えてることに近かったんで、なんか共感しながら聞けてよかったですね、はい、わしもそういう風に実装しがちっていうか、はい、解釈一致って感じでただそれを今まであんまり言語化したことはなかったので、なんかちゃんと言語化して説明できている人は偉いなと思いながら聞いてましたね、はい、結構感動しました。なんかちゃんとやってる人っていうのはちゃんとしてるんだなっていう、まあ、そうなりますよねって思いました、はい。
で次がキーノートで、キーノートはですね、あのさっき言ったエニシテックカンファレンスのエニシテックの代表の、はい、方がですねキーノートやってくださってですね、そうなりについて言ってましたよまた個別の部分をなんというかやっていくと、おのずと全体はそうなっていくっていう話をしてて、すごい良かったですねそれはね、はい、あれめちゃくちゃ良かったそうなっていく話めちゃくちゃ良かった。はあ、最初から全体最適化みたいなやつを考えて全てを進めていくことってまずできないし、何より全体って何なんだっていう話だと思うんですよね。あの時の流れがあって、その1つ2つ3つとかっていう、なんか1個の数直線があったとして、それが縦にも伸びていて、なんか面になっているんだけど、なんか時間軸も含めると3次元になっているみたいな感じになると、しかももう他の観点も含めると次元がたくさんあるみたいな状態で、はい、じゃあ全部含めて全体ですって言われても、じゃあ最初から全体を設計してくださいって言われて、できますみたいなその売りくないみたいな話だと思うんですよ。多分そういう話なんだろうと理解したんですけど、はい、無理なことをやろうとしても無理なので、まあ、それを、まあ、いかに我々ができる形にして取り組んでいくかって言ったら、まあ、一つ一つの観点ごとに最適化していくしかないんではっていう、まあ、時には隣り合った要素同士で最適化する必要はあるんでしょうけど、それも結局はウェブアプリケーションみたいなものを開発するときって、開発した後もずっと運用しながら直していくっていうことになるわけで、直していくというか適応していくってことだと思うんですけど、適応していく営みっていうことだとその営みの中で変化していくことによって生き生きしてくるみたいな話だったと思う。それ良いんですよね。はい、一時として同じ状態でないっていうか、この外部環境も変わっていく中でそうせざるを得ないよねっていう、はい、適応していく。わしがねこの間言ってた話にも多分通じると思う。なんか成長していくっていうよりは適応していくっていうか、うん、はい、そうなんですよいや何を偉そうにみたいな感じでした、はい、回自体は、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。いやー、なんか回を重ねるごとに良くなっていく気がする会議オンレールズ。なんか次回もやるらしいですけど、次回は東京駅の隣にある JP ポストタワーでやるらしいですよ。 JP ポストタワーって今もそうなのかな、あのセールスフォースっていう会社が入ってて、前にセールスフォースで勤めてた人が主催してた勉強会で10回か20回ぐらいお邪魔したことありますけど、はちゃめちゃに綺麗なビルですよ東京駅から徒歩30秒みたいな、なんなら地下でつながってんのかな、はい、めちゃくちゃいい箱を取りましたね、はい、来年も楽しみです。来年の9月かな、はい、あと11ヶ月ですね、待ち遠しいですねちょっと待って、次回わしなんか送りたくなってきますね、何かしらをね。わし普段別にレールズアプリを開発してるわけじゃないんで、なんかね今回の会議オンレールズで結構個人的にレールズアプリを面倒見てるみたいな話が出てきたし、そのレールズ8でワンパーソンフレームワークっていうからにはわし一人で掌握できるサイズのアプリをなんかね一つぐらい面倒を見ているのがたしなみなんじゃないかって思い始めましたよねなんで無駄にやんちゃドットクラブのサイト、今あのスタティックな HTML ファイルだけをデプロイしてあの運営してるんですけど、無駄にあれをレールズにしてしまってもいいかもしれませんね。はい、でなんか機能を追加してなんか動的な要素を
無駄に追加していきたい気がしてきた、はい、それをやろうかな、はい、ちょっとそういう個人的な目標が出てきた。それを通じてなんか面白いトピックがあったらやろうかな、はい、ちょっとやる気出てきたねで昨日開業レースが終わった後、なんか高野菜みたいなやつがいろいろな会社がスポンサーして開催されてたんですけど、私は昨日は申し込んでたのがピクシブさんがやってる、なんか普段ルビーオンレールズの会議、会議オンレールズじゃなくてピュアルビーの方、ルビー会議の方でよくやってるミュージックミックスインっていうイベントがあったんで、私はそれに申し込んでたんですよ。で会議オンレールズ自体が6時半に終わって、でそのミックスインが20時から始まるってんで、どうしようかなと思って1時間半ぐらいあるじゃんと思ったら、なんかご飯に行きたそうな人がいたんで一緒にですね差し飲みに行ってきましたで私会場が有明だったんで、まあお台場っていうかいわゆる埋め立て地エリアだなと思って、埋め立て地エリアだから月島行こっかなと思って、月島でもんじゃでも行きますかとか言って行ったんすよ。ただよく考えたら有明から月島って結構遠いんすよね。遠くてなんか30分ぐらいかかった、行くのに。ゆりかもめで豊洲まで行って、豊洲から有楽町線で月島まで行って、でまあもんじゃ食べて、で20時半ぐらいまで結構盛り上がって、わしほんと刺し飲みって好きなんですよね。なんか刺し飲みって逃げ場がないじゃないですかその自分が喋らなかったら、もしくは相手が喋るのを聞いてレスポンスしなかったらどうしようもなくなるじゃないですか。だから完全に退路を断った状態で強制的にコミュニケーションが発生するから好きなんですよね、刺し飲みって。だそしたら盛り上がったんですごい良かったんですけど20時半までまあもんじゃ食べてて、でもう一回有楽町線乗って、有楽町まで行って、山手線で大崎まで行って、ミュージックミックスインに夜9時に到着みたいな感じ。1時間遅刻して行ったんですけど、で何時に終わりだったっけな、10時半とかですか、10時半とか11時に終わって、はい、帰ったわけですけど、いやーよかった。ミュージックミックスインね、普段ほんとバリバリのクラブみたいなところを貸し切ってやることが多いんですけど、もうバリバリのクラブだと音量がはちゃめちゃにでかくて、そのライブハウス用の耳栓とかしながら、そのもうなんか音楽を聴きながら首を振りつつ酒を飲むぐらいしかできないんだけど、はちゃめちゃに長いみたいなその夜3時まで、朝方近くまでやるみたいな、なんか異常なイベントになってるから結構しんどいっちゃしんどいんですよね。だそれいつものやつはそれなんですけど、今回はスポーツバーみたいなところを貸し切って DJ ブースをもともとないんだろうな、多分新たに作って行うみたいな感じでやられてて、それはマジで良かった。耳栓をする必要もないし、喋ることができるその会話が成り立つレベルの音量でしかないから、それはめちゃくちゃ良かったですね、はい。だから事後アンケートの方にも今回ぐらいの音量だとすごい助かりますみたいなことを書いときました、はい。いやいい回だったな。でなんかそのミュージックミックスインの最中にすごいなんか話しかけてくる人がいて、で私多分初対面だったと思うんですけど、普段足立区民のインターネット人物として注目してますって言われて足立区民のインターネット人物として注目してますとはどういうことなんだろうと思っていや、一言一句そう言われたわけじゃないんですけど、インターネットで足立区民だなと思って見てますとかって言われて、いつもご覧いただいてありがとうございますみたいな感じで挨拶したんですけど、その人結構近所に住んでる人で、同じ足立区民の人で、足立区民ルビーストって、足立区民でプログラミング言語ルビーに近い人ってあんまりいないですよね。そんなに
でそれどころか情報処理界隈の人で足立区住んでる人っていうのがそんなに多くなくて、本当レアだから嬉しかったんですけど、なんか足立区でそういうミートアップとかやっぱりやりたいと思ってるんですよみたいな感じで言われて、なんかそういう人いたなと思って、なんか去年もピクシブのミートアップで懇親会で話した人がそういう感じの人で、足立区民でルビーストでなんかミートアップやりたいって言ってる人で、でその人の話したら、ああもうその人も知り合いでって言ってて、あやっぱりと思って、じゃあもう3人揃ったらやるしかないですねって言って、ただあの勉強会みたいなやつをいきなり開催してもねえっていう、なんか箱を用意してなんか公民館みたいなところを借りて、まあ、その何時から何時までで勉強会して、その後はどっかバーとかで飲みますかみたいな感じの、よくある勉強会の立て付けにするとなんか頓挫しそうっていうか、前それで一回頓挫したんですよね。なんでもうちょっと緩く、とりあえずなんかやりましょうかっていう話、や来週やりましょうかって言って来週やりましょうっていうわしが話をして、でもう箱も取らずに、あの 川でやりましょうって言って、荒川 あの北千住のとこの荒川の河川敷に虹の広場っていう広場があって、でそこはもうなんて言うんですかね、河原に普通に座ってお弁当食べたり飲み食いしたりとかしながら喋るのにちょうどいい場所なんですよ。でそこをとりあえずなんかコンパスっていうあの何ですか、イベントの参加を管理するサイトがあるんですけど、そこでグループを作って募集しちゃえば成り立つので、今作りますんでって言って、荒川っていうあの団体を作ってそう、もう来週11月2日の昼の13時から、まあ、夜9時ぐらいまで、夜9時っていうのは適当に入れたんですけど、まあまあまあ飽きるまで、飽きるまでの間、あの北千住のビアバーかなんかであのグローラーにビールをついできて、あのみんなで飲みながら語らう会っていうやつを立てたんで、したらその場にいる人たちも結構あの乗ってきてくれたので、もうすでに 5,6 人いますよ参加者がやばい、めちゃくちゃ楽しみ、はい。だからね、河原で今こういう感じの雰囲気になるはずですね、多分ね。いやなんでこんなに急いだかっていうと、河原でやろうとしたらそろそろ寒くなってきちゃうんですよね。今この状態でジャージでも全然過ごせるぐらい涼しいですけど、まあ、来週も多分ギリこんな感じだと思うんですよね。なんですけど、さらに再来週とか1ヶ月後とかになったら、多分ベンチコート着てないと夕方凍える感じになると思うんですよ。だからね、もう早くやろうと思って、ちょうど来週も空いてるし、うん。でなんか来週の月曜日確かお休みなんですよね、文化の日で。だちょうど3連休の初日だし、ちょうどいいなと思って、はい、イベントをねその場のノリで立てました、はい。楽しみだな、何食べようかなサニーダイナーとか食べたいですけどね、はい、うん、こんな感じかな、はい。じゃあ帰りますか。ふう、いや、やっぱりいいですね、出先でやんちゃクラブやるのいいと思います、はい、これで夜撮影をしなくて済んだ、はい。じゃあバイバイピー。